フィリスの姉、リアーネ。旅の中で分かった彼女の真実。それは、フィリスとは実の姉妹ではないということ。しかし、二人の絆にそんなことは関係ありません。血のつながりよりも大切なもの。それは、共に過ごしたかけがえのない時間。仲のいい二人の姉妹は、今日もまた旅を続けているのでした。あ、道しるべがあるよ。なになに？片っぽは森、片っぽは山に続いてるみたいだね。そうね、地図にもそう書いてあるけど、どっちも難所みたい。どうするつもり？そうだな、じゃあ山の方に行く。だってそっちの方が景色が良さそうだし。フィリスちゃんらしいわね。それじゃあ山の方に進みましょうか。でも本当にいいの？実は森の方に行ってみたかったりしない？いいえ、フィリスちゃんが決めた道に進めば、まあ間違いなく退屈はしないからね。うん、それってどういう意味？確かに最近大変な道ばっかり通ってるけど。そういうのも旅の楽しみでしょ。少なくとも私は気に入ってるわ。そっか、それならいいや。じゃあそろそろ行こうか。目指すはあの大きな山。ええ、フィリスちゃんのことだから頂上を目指すんでしょ。当然。